当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。歯並びの悪さにはいくつか種類があります。大口先生、今日は受け口について教えてください。はい、最初に受け口というのは上顎に対して下顎が前に出ている状態を言います。はい、下顎伝突や反対口語、しゃくれとも言われていますね。聞きますね。聞きますね。見た目も良くないですが、前歯で物が噛めなかったり、うまく話ができないなどの機能的な面でも問題が生じちゃうんですね。はい、それは本当ですか？本当ですよ。2番目に受け口になることを予防するためには舌の位置がとても重要なんです。はい、例えば舌を置いておく位置が低い、つまり舌の歯の裏側にある、このような場合は受け口になりやすいです。それはなぜなんでしょう？あ、それはですね、本人に自覚がなくても舌で舌の歯を押してしまうために歯が出てしまったり、顎とともに成長してしまうのです。最後に次のような場合がありますよ。はい、遺伝が影響して顎の成長の仕方が親に似てしまい受け口になるという場合もあるんですね。なるほど。うん、また親の仕草を真似して受け口になる場合もありますね。はい、その対策は何かありますか？あるんです。矯正歯科で使用する装置があります。はい、ムーシールドと言います。はい、どんな効果がありますか？はい、それはですね、これを口の中に入れるとですね、舌が自然に理想的な位置へ移動するんです。はい、お子さんの歯並びが心配でしたら歯科で検診してもらいましょう。早い方がいいですか？あ、いいですね。早く調べてもらってください。矯正治療は早い方がいいですよ。大口先生、ありがとうございました。はい、どうぞしまして。皆さんの質問を受け付けております。どうぞお気軽にコメントをください。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。新しいオーラルジェルができました。はい、これはどういったものですか？はい、これはですね、前回の大口博士が勧めるオーラルジェルの最新版です。はい、いつ発売されるんですか？7月1日から、改良されて発売されます。今回のハーブオーラルジェルは、前回の大口博士が勧める、オーラルジェルよりもマスティック樹脂が増量されました。はい、そのため抗菌作用や殺菌作用、それに加えて、ピロリ菌が口の中にいるということが最近分かってきましたけども、はい、ピロリ菌に対する、効果もこれにはあります。はい、でこのハーブオーラルジェルは、医薬部外品といって、はい、効能があるということが証明されています。はい、ですから、はい、市販されています。はい、うん、お気軽に手に入れることができるわけですね。ありがたいですね。そうです。お問い合わせはこちらからどうぞ。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博士先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。